オリバー急がんかい。しずく待ってよ。もうすぐゴロネイル王国や。ん？お？どうしよう。逃げるで。ほな行くでよオリバー。え？待ってよ。これが二の国。せや、お前らの世界とは違うもう一つの世界や。ごめんなさい。おはようレイラおばさん。ああオリバー、おはよう。今日の分ならそこに置いてあるよ。うん。あ、それと昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけど、あったかい？え、本当？じゃあ手に入ったんだ。それでマークはどこにいるの？今さっき配達に出かけたところだから、まだその辺にいると思うよ。ありがとうレイラおばさん。あ、お母さんによろしくね。うん、わかった。おーい、オリバー。こっちだ、こっち。ちょうどよかった、完成したんだ。じゃあおばさんが言ってた見せたいものって？もちろんあれのことさ。すごいよマーク。でどうするの？今夜早速試運転だな。いきなり今夜？まずいよ、母さんに言ってないし。じゃあ明日にするか、明後日にするか。やっぱ今日だ。じゃあこっそり行こう。あ、じゃあまた今夜うちのガレージでな。うん。この少年が世界を救うというのか？はい、クリスタルの予言によれば。漆黒の魔導士、奴の力だけでは世界は揺るがぬと。残念ながら。この少年の名は？オリバーと申します。
オリバさん、戻ったよ。これ今日の分。ありがとう、オリバ。そのテーブルに置いといて。ところでさ、母さん。え、何？何か言った？母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ、今夜は早く寝ないとね。え？まあ、うん、そうね。そうなんだ。何よ、変な子ね。さあ早く食べて。早くしないと学校に遅れちゃうわよ。よく噛んでね。ごちそうさま。母さん、行ってくるね。行ってらっしゃい、オリバー。気をつけてね。うん。オリバー、はあ、こっちだ。見るなよ。なんだよあいつ。遅かったな、オリバー。ごめん、母さんがなかなか寝てくれなくてさ。
それで完成したの？ああ、最後のベアリングも取り付け完了だ。見るか？うん、見る見る。よっしゃ。じゃあ、行くぞ。うん。おお、すごいよ、すごいよ、マーク。だろ？うん、かっこいい。俺が思うに、アグレックス最新型を上回るかっこよさだ。比較にならないよ。じゃあ、早速試運転と行くか。おお。うん。よし、誰もいない。マークに知らせよう。行かないで。え？行っちゃダメ。オリバー、行かないで。誰？君はどうして僕の名前を？オリバー、遅いぞ、オリバー。ごめん、マーク、見つかっちゃった。誰に？ほら、そこにいる。あれ？ん？なんだよ、誰もいないじゃないか。あれ、おかしいな。さっきまでいたんだよ、女の子が。女の子？ひょっとして窓女か？いや、あいつは外に出てこれないからな。まあ、気のせいだろ。ほら、戻るぞ。うん。オリバー、世界を救うという少年。しかし、もろく儚い光だ。ええ、予言の少年とはいえ、あの程度ではとても。だが、彼ら人間の可能性は時に思いもよらぬ力をもたらす。あの男の闇が全てを覆い尽くしたように、すなわち逆もまたしかり。いかがなさいますか。目は小さなうちにつまねばなら。かしこまりました。では早速。滅びゆく世界を救わんとする者に死を。オリバー、オリバー。母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ今夜は早く寝ないとね。あ、オリバー、オリバー。吠えるだろう。いいか、最初は車の
調子を見るからゆっくり行くんだ。うん、分かってる。よし。ことになるなんて。うん、それよりせっかくのマシンが。気にすんな、また作ればいいだろ。さあ二人とも今日はもう帰りましょう。あ、はい。どうしたのマーク。あ、ちょっとな、足くじいちゃって。もうしょうがないね。ん、アリ、アリ、アリ、どうしたの母さん。大丈夫。アリ、母さん、アリは心臓に持病があるの。母さん、ドクターを呼んでくるわ。母さん、オリバー、私のオリバー。母さん、あなたなら大丈夫。みんなと仲良くね。母さん、母さん、母さん、やだ、やだよ、母さん、母さん、我が子を守るために自らを犠牲にするとは。しかしこれであの少年は。分かっている。一の国での魔法は一の国でしか効かぬ。ならば少年はやがてこの二の国へと導かれるであろう。それを待てばよい。恐れ入ります、陛下。さてどのようになるのか最後まで見届けようではないか。